あれ？前回、屋上からだったのに、なんか、こっからだな、急に。ディビジョン、新しいゲーム。なんか、アドベンチャー RPG なんだけど、オープンワールドで、オープンワールドで何つっそたこらいいまんだで行ろきたいのは山々だけど、う。自由に行き来できる。誰かと思えば、ガーデンの件はありがとう。ひどい職場環境には慣れてるつもりだったけどね。まあこの場所も褒められたものじゃないけど、設備は古臭くて人手不足なのに、患者は列をなしてる。どうにもならない。最善を尽くしてはいる、ドクターカンデル。もし何か意見があれば喜んで聞くわ。分かってるわ、文句ばかり言うなってことも。でもこいつに打ち勝つには今は何よりも情報が必要よ。じゃあ一つ情報を。ドクター・ゴードン・アマーストがアウトブレイクに関与してるとセラは確信してる。なんてこと、あのクズ。彼の研究発表は暴動を招きかねないものだった。関与してるなら話をすべきね。メモやノート PC、 近い友人、彼に関するあらゆる情報が必要よ。生体サンプルや抗体についても話すべきね。忙しくなるわよ。あなたは？分析するわ。命を救うの。じゃあ早速取り掛かるわ。何？これどういうこと？各棟には10種類のアップグレードがある。医療棟の各アップグレード、医療物資が必要になる。ミッションや医療エンカウントを完了すると入手可能になる。各アップグレードを、どういうことこれ。なんだよ、これ何していいかよくわからねえんだけど、これ何これ。結局なアップグレードできないってこと言ってんのこれ。わかりにくいなこのゲーム。どうするの？アップグレード、チュートリアル等のアップグレード。
診療所。真的。分からんなこれ。買うならこっちに来てくれ。町一番の品が揃ってるよ。金今日は見るだけか。仕業かもしれない。どちらにせよ JTF が到着するまでハドソンヤードへの必要物資の供給が断たれる。もしニューヨークを元通りにしたいならこのまま危険にさらすことはできない。直ちに状況を把握せよ。じゃあミッションやっていくかな。調べて歩いてった方がいいのかな。それとももうこうミッションだけクリアしてってもいいのかな。よくわからないな。すげえな、リアルな感じ。なんかいるぞ。
来そうでよかった。ありがとう、感謝するよ。オールウェザーパーカーゲットした。派手だな、超派手になったんだけど大丈夫これ。何もない。おい、どうしたんだ。物資がファーストトラベルしてみようか。ボス、フェーズ1は成功です。繰り返します、フェーズ1は成功。流れも安定してるし、タンクも大丈夫です。いや、ファーストトラベル全然ファーストじゃねえの。おお、戻ってきた。探し物は？なんかすげえ人。今ではレキシントンに JTF は立ち入れない。え、どうやってアップグレードするのこれ。これじゃねえのか。物資だ、医療だ、医療。ああ、あんた、医療はどこだ。医療、医療ショップはどこだ。2階、技術、医療と医療棟はどれ。医療棟だよこれ。物資700あるから、これか、どうやって、どういうこと？マジでわかんない。これどうすればいいの？医療棟だよな。どういうこと？どうするのこれ。
療物資が溜まってんだけど、これ、マジでわかんねえんだけど。どうするのこれ。マジでアップグレードの仕方がわからない。どこでアップグレードするのこれ。マジでわかんねえんだけど。なんだよ、ここに。何かお探しかい？全然わかんないんだけど、なんかな、むしろ。無事でよかったよ。もうすげえガスってるぞ、そこは。なんも見えん。どうだ。おい、おいおい。仲間か。クリーナーズがハドソンヤードを偵察してます。今銃を撃つ必要なんてないわ。
なんだろうこれ。いいもん出てこねえかな。もらっておくか。ガスってて何も見えないんだけど、やべえな。すげえ吹雪だ。レベル7とかなってんだけど大丈夫これ。ミッションレベル7。エージェント、ドクター・カンデルよ。これから出会う市民を守ることがいかに重要かを伝えたいの。計算上ではドルインフルを生き延びた人がいるはずよ。つまり彼らは抗体を持っていて、状況を打破するにはそれが必要なの。感染者に関しても、様々な遺伝子のウイルスのサンプルを手に入れることで、ウイルス変異率の把握に役立つわ。手短に言えば、私が必要なものを手に入れるまで死なせないでってこと。わかった?よし。注意、機能しているエコービーコンを検出。何これ、古墳じゃダメなの。
つは敵なんだ。なんだこれ、うわマジかよ。解放射器持ってんだけど、やっぱ無理なのかこれ。レベル7だから全く勝負になってないよ。測定値によると付近にエコーが存在。すんげえ勢い言ったのに何これ。無理だこれ、強すぎ。帰ろ、無理だ。JTF の守備隊が最善を尽くしてはいるが押され気味だ。もしボートが水門を爆破すればトンネルは水に沈み、供給線は断たれ多くの命が失われる。ベニテスが戦闘のただ中にいると情報を得た。現地を制圧しベニテスを基地に連れ戻す必要がある。戦力は十分だ。誰が飛んでいいと、誰も逃がさないからな。まだ隠れないぞ。でも戦力は十分。なんかすんげえいっぱいいんだけど。
いっぱいじゃない。マヌケを捕まえろ。とにかくよく探すんだ。今のは何だ。
落とさねえのかよこいつら。神が使わせてくださったのね。シンプルボーマージャケット、気をつけてね。いい、されたんだよ。こちらベニテス隊長、リンカーントンネルの検問所に大至急応援を求む。クソ野郎どもが壁をぶち壊しに来た。水門を爆破されれば全てが水に沈む。してくよ。やるべきことやれ、倒
たいです。信じられない。うわ、死んだ。おい。見つかってる。見つかって。スナイパーなのか、いて。
はい。何も持ってねえのかよ、こいつら。隊長、やつらはトンネルに向かっています。手当たり次第撃ちながら。くそ、まるでイナゴの大群だな。絶対に通すな。砂が砂やっつけるのどうやってやるのあれ。バレた。Thank you.
だから。接近中。警告、敵の増援が接近中。警告、敵接近中。敵の増援が接近中。
体どうやって倒すんだろう。
ポイント取ってんの、なんでチェックポイント取ったってならないの。なんだよこれ、どこ行けばいいんだよ。倒したやついいの上か。何これ進まないんですけど。したじゃん。まだどっかにいんのかな。上とかいんのかな。
なんだよこれ。何していいか分かんねえんだけど、何これ。何すればいいんだよこれ。トンネル入り口を制圧するって制圧したじゃねえかよ。全然わかんないんだけど。水門何もないんだけど。
なるほどね、こっち、これのこと？何もないっすよ。したから、制圧したから、クソゲーかよこれ。どうすればいいのこれ。わからん、どこ行けばいいのこれ。これ終わりなのこれ。
マジでクソゲーだこれ。なんだよこれ。わからん、一回帰ろ。そうだもん、マジで。はあ、なんだよこれ。いいゲームだな本当に。ミッションエリアから離れるとしても離れるような分かんねえな、クソ。アップグレードの仕方もわかんねえしよ、もう。寄ってってくれ。レクシントンで脱獄囚がパーティー。何なのこれ。何これ。何なのこれ。何もできないけど、いつかワインラックから何か持ってくるわ。なんだ、分かりにくいなこれ。終わり。わからんマップ、なんだよこれ。